べ過ぎたり甘いものを欲してしまうのは医師のせいではなくってが原因だったんです。今の季節、期間限定のチョコレートや寒いのになぜか食べたくなるアイスクリームなど甘いもの無性に欲しちゃうなんてことはありませんか？クリスマスケーキやお正月のごちそうの広告もたくさん流れてきて、特に誘惑が多くなる時期ですよね。ただダイエットをスムーズに進めるためには当然食べ過ぎないこと、甘いものも摂りすぎないこと、これが重要。とはいえダイエットを決意したからって食事は毎日腹8分目、甘いものもピタッとやめるなんて難しいことだと思います。また一時的に気合でなんとか我慢できたとしても、その状態をずっと維持させる、持続させるってめちゃくちゃ大変ですよね。これが難しい。つまり甘いものの欲求や食欲を抑えるためには気合や根性に頼るのではなくって、体のメカニズムを理解した上で工夫するっていうのがポイントなんです。ということで今回の動画は、食欲制御、誰でも真似するだけで甘い食べ物をやめる方法というテーマでお伝えしていきます。この動画を見ることで年末年始の甘い誘惑もするりとねかわすことができるようになっていきますよ。それでは今日のテーマいきましょう。甘いものの欲求や食欲が高まってしまう理由からです。皆さんは普段お菓子を食べるために食事を抜くなんてことはしていませんか？これはまさに過去の私がやっていたことで、お菓子だけはどうしてもやめられなかったので、カロリー量を抑えるために食事を減らすことで調整していたんですね。しかしこの行動こそが無駄な食欲や甘いものがやめられない原因になっていたんです。一体それはなぜなんでしょうか？ここで鍵となってくるのが、私たちの細胞にあるミトコンドリアという存在です。名前はなんとなく聞いたことあるけど、具体的に何なのか知らない方が多いかと思います。このミトコンドリアとは、人間の細胞の中にある小器官で、とてつもない数が細胞の中に存在しています。例えば肝臓、腎臓、筋肉、脳などの代謝の活発な細胞に数百、数千個のミトコンドリアが存在して、なんと細胞質の約 40% も占めるというふうに言われています。そして人は食べたものでエネルギーを作り出しますが、ミトコンドリアはこのエネルギーを作り出す発電所のようなものなんですね。ではここで皆さんに質問です。この発電所でエネルギーを作り出すための燃料が不足するとどうなると思いますか？そう、当然エネルギーを作り出せないですよね。そうすると体は危険を感じて、エネルギー源を補給しようとして食欲をアップさせたり、すぐにエネルギーになる甘い糖質を欲してしまうんです。ということは、甘いもの欲求や食欲を抑えるためにはミトコンドリアの燃料を入れてあげればいいんです。しかしその機械に合った燃料でなければうまく稼働できませんよね。つまりこの時ミトコンドリアに必要な栄養を補給してあげるということがポイントなんですね。じゃあ実際にどんな栄養素が必要なのか、今からエネルギーを作り出すために必要な栄養を一緒にチェックしていきましょう。エネルギーを作り出すために必要な栄養の一つ目です。タンパク質。最近は筋トレブーム、糖質制限ブームの影響でタンパク質を意識して摂っている方も多いかもしれません。私のサブチャンネルの方でもね、もうタンパク質、タンパク質って言いながらね、3食食べているので、まあ、そちらを見ていただいている方もね、タンパク質を意識していただいてるんじゃないかなと思うんですけど、多くの方がご存知の通り、タンパク質は筋肉の材料になるので、代謝を落とさないためには重要な栄養素。ここはね、知っていると思うんですよね。ただ、それ以外の理由で、タンパク質がなぜ必要なのということについては、詳しく理解していない方多いかと思います。実はタンパク質というのは筋肉以外にも体を作るための材料になる栄養素なんです。例えば肌や髪や爪などに加え、臓器やホルモンなどもタンパク質から作られているんです。このことからミトコンドリアのエネルギー発電所の外壁、壁ですね、はタンパク質で作られているとも言われております。実際人の食
欲はタンパク質で満たされるまで収まらないという理論も提唱されているほどでございます。ただいくらタンパク質が重要とはいえ、タンパク質ばかり摂っているとカロリー過多や消化に負担をかけるリスクっていうのがございます。しかもタンパク質は食べだめができない栄養素なので、一般的な成人女性の場合3食それぞれ手のひら分、これね、このぐらいをね、目安にして摂っていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。ちなみにタンパク質は主にお肉でしょ、魚、卵、乳製品、大豆製品などに豊富に含まれております。こういったもの毎食毎食食べていますか？エネルギーを作り出すために必要な栄養素の2つ目です。糖質、脂質。ダイエットのためには糖質も脂質も控えるようにしているという方もね、多いんじゃないかなと思います。どうでしょうか。確かに糖質と、あと糖質×脂質、このセットの摂りすぎっていうのは脂肪蓄積につながる主な原因なので、摂りすぎないっていうことは大切になってくる。ただ糖質や脂質はタンパク質と同じ三大栄養素に含まれます。これらはカロリー源、つまりエネルギーの元になる重要な材料ですよね。なのでミトコンドリアを元気にすることで健康的に代謝アップしたい人は、こういったカロリー源も適量摂取していくっていうことが大事です。ただ質の悪い糖質や脂質の場合、かえって細胞の働きを低下させて代謝を落とすリスクもあるので注意が必要。例えば市販のお菓子や酸化した油などがこれに当たります。ではどんな糖質や脂質をどのぐらい摂ればいいのかというと、糖質はお米とかオートミールですね、こちらもいつも楽天で買ってます。あと芋などね、そういった炭水化物を拳一つ分程度を目安に摂っていく。脂質、油はこういったアマニオイルに含まれるオメガ3酸、これ個包装なので気に入ってます。あとはこういったオリーブオイルに含まれるオメガ9などの油をできれば生のまま1日につきティースプーン 1、2杯を目安に摂ることがおすすめです。ちなみに最近よく使っているグラスフェッドバターカットしてあるんですけど、こちらのものですね。こちらも楽天でね、いつもまとめ買いしてます。熱に強いのがね、私気に入っていて、あとオメガ3もね、豊富なんですよ、グラスフェッドバターって。とってもね、ヘルシーなバターです。すごいさっぱりしてる。で、普通のスーパーであまり売っていないので、私は楽天で買って、こんな感じで冷凍保存しております。私が買っているものね、また気になる方は概要欄にも貼っておくので、参考にしてみてください。では、エネルギーを作り出すために必要な栄養の3つ目です。ビタミン、ミネラル。ビタミン、ミネラルはこれまでお伝えした三大栄養素とは異なり、エネルギーではないんですが、しっかりエネルギーとして使える形に変えるために必要な栄養素になってくるんですね。つまりこういった栄養素がミトコンドリアという発電工場で化学反応を起こすことでエネルギーが作られて代謝がアップしていきます。ここでエネルギーを作り出すために特に重要となる栄養素がございます。それがビタミン B 群です。なぜなら先ほどお伝えしたエネルギー源を代謝分解するためには、主にこのビタミン B 群の力が必要だからです。代表的なビタミン B 群の働きと含まれている食材を簡単に説明すると、ビタミン B1、 糖質をエネルギーに変える役割があります。主に豚肉のヒレ、玄米や枝豆、豆腐などに豊富です。ビタミン B2、脂質をエネルギーに変える役割があって、魚や卵、乳製品などに豊富です。ビタミン B6、 タンパク質を体内で利用できるアミノ酸に分解する役割があって、主にニンニク、レバー、カツオなどに豊富です。これらのビタミン B 群はどれかだけを摂ってもうまく活用できないので、バランスよく摂ることが大事になっていきます。私の場合、朝にキムチ納豆、卵、ヨーグルトを摂ることが結構多いです。これらの栄養素を全て摂るようにしています。忙しい朝でもね、簡単に摂りやすいのでおすすめですよ。またこういったビタミンと同様、エネルギーの生産に重要になってくるのがマグネシウムや鉄分などのミネラルです。こちらもそれぞれの働きと含まれている食材をご紹介すると、マグネシウムはエネルギー代謝がタンパク質の合成に関わっていて、海藻、ナッツ、海塩、香水、雑穀、こういったものに豊富に含まれています。ちなみにナッツは、私これが幸せナッツのね、この岩塩仕立てっていうのがめちゃくちゃ気に入ってよく食べています。香水はコントレックスが多いです。ちなみに、マグネシウムっていうね、ワードが出てきたんですけど、マグネシウムは便を柔らかくする働きがあるので、便が硬くなりやすい方は圧
倒的にこのミネラル不足している方が多いです。特に意識して摂りたいミネラルになっていきます。鉄分はエネルギーを作り出すサポートをしているので、不足するとだるさやうつ症状の原因になるというふうに言われています。食材としては赤身のお肉であったり、魚、あとほうれん草、ナッツやアサリなどに豊富に含まれています。このように食べ過ぎたり甘いものを欲してしまうのは医師のせいだけではなくって、こういった栄養不足が原因という場合もかなり多いです。皆さん大丈夫でしょうか？他にはこちらの動画でも甘いものがやめられない理由や対策っていうのをたくさんご紹介しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こういったダイエットの小ネタ、インスタとかね、公式 LINE の方でも発信しているので、合わせてチェックしていただけると、より理解がね、深まるかと思います。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からピーピー、松田リーでした。今日もごちそうさまでした。じゃあね、バイバーイ。